キープフィッシング。 いつも番組をご視聴くださいましてありがとうございます。 キープフィッシングのヤスです。 今回もチープなネタをご用意しております。 よく釣れる仕掛けなんて シーズン中はよく使っているものになります。 イイダコ狙いの仕掛けなんですけども、 テナガダコはもちろんのこと、 ガザミがちょこちょこかかってきます。 たまにハゼやセイゴなんかもかかってきます。 最後までご視聴よろしくお願いします。 最初に100均のトレブルフックを使ったショートタイプのターコビーをご紹介します。 これなら針を結ばなくてもできます。 ステンレス針金をご用意ください。 100均で購入できますよ。 太さは 0.28mm がいいと思います。 今回は映像では 0.55mm を使っています。 ハードタイプになっております。 最初は 0.28mm の方を使った方が作りやすいと思います。 ワイヤーをご用意ください。 今回は必要な長さでカットして使います。 長さはビーズの数や大きさにもよりますけど、 最初は長めにカットしておきましょう。 今回は小玉3つつけます。 2つ折りにして使います。 金属なので強そうに見えるんですけどもね、 意外ともろいところがありますのでね。 2つに折り曲げましたら、 ビーズを通しやすくならしておきます。 折り曲げたところは穴を通すためにコンパクトにしておきましょうね。 針を先にセットします。 こちらです。 100均のトレブルフックになります。 先ほどのワイヤーをフック穴に通します。 穴を通したらワイヤーをまた2つに折ります。 細いワイヤーの場合であればさらに折り曲げてもいいと思いますよ。 今回は 0.55なんでね、 ちょっとこのまま使わせていただきます。 等分にしたら折り目をつけます。 折り目をつけたらまた鳴らしておきましょうね。 フックが自由に動けるくらいのこう隙間があるといいと思いますよ。 このくらいでしょうかね。 大体で結構ですよ。 キープフィッシング。水玉を用意します。 水穴に合わせて先を細くしておきます。 水穴に通します。 一番奥まで入れてください。 トレブルフック取り付け位置の輪の大きさを調整しておきます。 続いて2個目を入れます。 奥まで差し込みます。 こんな状態になります。 水の数は自由ですんでね、 1個でも釣れますよ。 数が多いとアピール度が増すんでね、 いいと思います。 さらにもう1個追加してみました。 スナップ付きザルカを用意します。 100均の中くらいのやつですね。 この先に取り付けます。 今回は一番下の輪に通しますね。 適当な位置まで差し込みます。 ザルカの位置が決まりましたら、あとは折り曲げます。ワイヤーを折り曲げましたら、外れないように軸に巻きつけていきます。この辺りの工程は 0.55mm だと硬くてやりにくいんで、ラジオペンチを使います。 0.28mm の場合であれば、途中までは指で巻けると思いますよ。 今回のワイヤーの長さはね、これちょっと長すぎなんですけど、 もっと短くても外れませんのでね、 いくつか作ってみてください。 ザルカンの動きも円滑に動ける程度に輪を作っておきましょう。 余ったワイヤーを巻きつけるだけです。 ワイヤーと針に気をつけて、怪我のないように注意してください。 こんなになりますからね、 危ないですから。 短くなってきましたら、 ラジペンで今度締め込んでいきます。 2つあるとね、便利だと思いますよ。 こんな感じになります。 動きも滑らかですね。アクセサリーのようです。
試してみてください。完成になります。ギフィシング。今回はこちらメバル専用12号を使用いたします。こちらの真ん中の針になりますので、ね、向かって左がチヌの5号、右側はボイソ15号となっています。獲物のサイズによって使い分けとなりますので、どのサイズを使っても構いません。好きなサイズを使ってください。混合してもいいと思いますよ。まずは針を結んでいきます。針の詳しい結び方は別の動画をご用意しています。よければご利用ください。お願いいたします。ジプシシャーマンを目指すんであればね、針は結べる方が経済的だしですね、自由が効くんでおすすめですよ。ヤスも最初は結べませんでした。もっとも結ぶ気がありませんでしたからね。外掛け内掛けから入って、まあ面倒だったでね、結構買ってましたね最初は。ただタコの仕掛けを作り出してから、やっぱり針の本数が多い方が釣れそうなんでね、3本くらいまとめて使ってましたけど、すぐなくなってしまうんでね、やっぱり安上がりの方法を考えると針は結べた方がいいみたいですね。それでちょっと練習してみました。この結び方でしたらね、そんなに手間かかりませんのでね、まあ今使っているこのハリスは実はハリスではありませんのでね、チープフィッシャーマン御用達の安いミチート5号になっています。しかもこれ使い残しのラインなんでね、これならなかなか切れませんし、まあもともと捨ててた部分ですんでね、まあどちらの意味でも経済的ですよ。中古品とかジャンク品の針ですんでね、安上がりです。最近はね、いろんな釣り具屋さんでもお買い得商品があったりするんで、中古品とかジャンクコーナーもね、覗いてみるといいと思いますよ。特に大きい針はね、対象になってることが多いですから、いいものがある場合が多いです。一度挑戦してみてください。結ぶときにラインに傷を入れないように注意しておくといいと思います。余分な部分は切り落とします。はい。貯金か。こちらの方も長さ調整しておきますよね。傷がないか確認しておきましょう。一本出来上がりです。ディープフィッシング。先ほど用意したものがこちらになります。今回は3本針を仕掛けますんで、後から2本作りました。次はこちらになります。ビーズ玉を用意しますね。もともとチープフィッシングというのはビーズ玉から始まったと言っても過言ではないんですね。始まりはビーズでした。今回は2個使いますね。100均で購入したものです。いろんなもの売ってますんでね、気に入ったものを使ってくださいね。今回最初は白玉を入れてみます。特に決まりはありませんのでね、ただビーズ玉によって、ね、穴の大きさが違うんで、セットした時にお使いの針とバランスが合ってるかどうかは確認しておいてくださいね。バランスによってはフッキングに支障があるんでね、うまくかからない場合があります。同じビーズにもう一本も挿入していきます。何本入れるか自由ですけどね、できるだけ同じ位置に重ならないようにバランスは確認しておいてくださいね。フック部分がビーズに隠れてフッキングができないようであれば、ビーズ玉を変えるかガン玉を打ちます。針が穴に入らないケースではそれほど問題にはなりませんけどね、針が丸出しでも構わず抱きついてきますからね。フッキング率を上げるためにはセットした時の針の角度がそれぞれ別の向きを向いていることが重要だと思います。このような感じに段違いでも問題ありません。ちょうどいい具合にセットができましたら、このまま使います。緩すぎるようであればもう一本通すか、ステンワイヤー
で固定してください。今回はこのまま使えそうですね。ピンク玉を入れます。白より少し小さいタイプになっています。2個目も入れずに1個だけでも釣れるんですけどね。今回はサービスです。2個目のビーズに針付きのラインを差し込みます。針を段違いにするようにするわけですね。色や大きさ順番は決まっていませんけど、フッキングイメージで決めるといいと思います。ビーズの大きさはもっと大きくてもいいですよ。糸の奥までビーズを差し込んでください。このような状況です。巻き癖がね、激しいんですけど、まあ、ご容赦ください。今回の白とピンクが、まあ、一番スタンダードなような気がしますね。イイダコスってとかもね、こんな感じのが多いですよね。針の角度調整しておきます。針の角度を確認はするときもね、必要になりますのでね、こんな感じなら大丈夫でしょう。針がビーズ穴にすっぽり入るようだったらね、ビーズがフックの邪魔をしていなければ問題ないんですけどね。針やビーズの数は今回これまでにしますけど、イメージによっては増やしてもいいと思います。スライド防止にガンダム打ったりすることもあるんですけど、このラインの1本をね、サイドビーズに通して今回固定していきます。まあこれではね、キャスト繰り返してるとずれてくることがありますから、釣るときにはね、確認してください。針とビーズが離れすぎるとこうフッキングがね、悪くなると思いますので、あまり離れすぎないようにしましょうね。ラインを差し終わりましたら、3本のラインを鳴らしてラインを揃えます。高さが違うと思うんで、同じ長さに揃えてカットしましょう。チョキン。切り終わった状態がこれです。このままでも使えるんですけどね、強度アップとライントラブル回避を兼ねて三つ編みにしたいと思います。重ためのものを置いて押さえます。ラジペンではちょっと軽いんですけどね、ちょっとライン見えなくてすいません。ちょっと見にくいですね。三つ編みのやり方を、ね、説明してるんですけど、ちょっと見えにくいですけど、まあ要は2本持ったら間に1本を通して、まあそれをぐるぐる順番に入れ替えをしてるだけなんで、まあもっと上手にね、いいやり方があってやりやすければね、そのやり方を使って三つ編みにしてもらったらいいと思います。別に三つ編みじゃなくてもいいんですけどね、前に結んでやったことあるんですけど、あれはちょっとイマイチな感じでしたけどね。まあ手間がかからなくてやりやすいやり方、これが一番いいんじゃないでしょうかね。説明はね、これ見ててもなかなかちょっと伝わりにくいかなと思います。この辺はね、また次の動画とかでね、改善していきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、結局好きなやり方でまとめておきましょう。それでいいと思います。まあ、最悪編まなくても使えますんでね、面倒な時はこの工程を飛ばして次の工程に進んでください。編み終わったらサルカンをつけます。ディープフィッシング、これをつなぎます。こちらも100均で入手できるんですけどね、指定はありません。好きなもの使ってください。スナップ付きのサルカンを使いますね。結ぶ時はスナップには結ばないで、サルカンの輪に結びます。スナップには重りをつけたりとか、他の仕掛けをつけたりすることもあるんでね、それ用に開けておきましょう。スナップを利用しないんであれば、まあそこへつないでもらってもいいんですけどね。まあスナップ付きとスナップなしの両方用意しておくと一番いいのかもしれませんね。今回ビーズを2個使いましたけど、1個使用の時もあります。でもまあビーズが少ないとなかなかタコさんは見つけてくれない時がありますんでね、まあ、仕掛けを2つ連結して使ったりすることもありますんでね、まあ、それ用にかけておきましょう。
同じ仕掛けだったりね、別の仕掛け、ワームとかね、ああいうのを使うこともあります。ユニノットでね結んでいますけど、まあ結び方はね別の動画も用意しましたんで、よければご利用ください。よろしくお願いします。しっかり結んでおきましょう。結ぶときに編んだところがこう緩まないようにね注意しておきましょうね。しっかり結べましたら余分な糸を切って完成になります。いろんなビーズとかハイラインの長さとかね変化がつけられますんで、お試しください。しっかり釣れますよ。タコ用ネットも忘れずにね持参しましょう。みかんや玉ねぎなどのネットも利用できますからね、ご用意ください。捨てずに置いておきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この番組はチープな仕掛けをあなたのもとに、チープフィッシャーマン、チープ安井がお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。気をつけて。